お疲れ様スロットです。今日はですねこちらのラーバルフリーズやっていきます。というわけでちょっと珍しいねデッキかなということで、まあ、ラーバルなんですけど、まあ、今日はね約ファイボとかがあるかなと思うんですけど、なんかそのフリーズ型ね、はい、これ世界上位に今一人だけいますんでやっていこうかなと思います。で陸もババゴブリンっていうね、まあ、ババはまだわかる。なんかねラバデッキにだけ許されるよねババって。めちゃめちゃ弱いんですよ。めちゃめちゃ弱いんですけど、やっぱラバデッキって、え、あいつ世界一位持ってるやん。ラバってね陸が薄くなるんですよ。だからまあ陸硬いババが採用されることはまあ多々あるんですけど、ウッドとか来んなよ、怖すぎ。よいしょ、まあまあ守れちゃうからもうラバいっちゃいます。はい、ということで、まあ、陸薄いからこそのババ採用がねありますよと。で墓石とかもないので、まあ、ゴブリンね最近ちょっといるね。これさマジラバインド強いんですけど、え、ってかさクエクショ、これバルーン体育ねえぞ絶対。あったらズル。あー、いい縦線で、これクエクだと思うんでフリーズパッキン、あーめちゃめちゃいいマイティやん。いや、めっちゃいいマイティしてくるやん、マジ。さあ今のは辛いね俺からしたら。ああ、やばい。普通に行かれた。いや、うますぎるなそれは。さあマイティバクアでラバのパピーをねあんな感じで処理してくるってなると厄介ですね。まあでも俺たちはフリーズがあるんで、ラバルフリーズパッキンチョで折れねえかなっていう思考。これちょっと、あそってるような気もするんですけど、確実に守りたいんで。さあ、ステイして、って感じだね。ここ相手は何で守るんだ？これ、11交換正直してもいいんで、8枚前でいけたら、守れないっすね。はい。まあ、一応出して、インドラ。いや、守れないんですよね。そう。まあ、でも、相手も守れないと思いたい。俺はね。もう一回マイティが回るとかなければ。何のためのフリーズよ。こういう時に打っていかないとね。あそこ処理してくれたらすげえ幸せなんだよな。もう幸せ幸せ。俺の負け筋はもうマイティがポコンって飛んでくるんですよ。あれずるいじゃないですか。そう、マイティこいつだけっす。よしよしよし、なんか美味しい感じになってないですか。これは神フリーズで耐えます。で真ん中マスクだけ警戒して、うーい持っていく。危ねえ。危ねえ。相手対空少ねえけどね、マジマイティがね強え、ま、けどそこもねしっかりカバーしていくと持っていけるよねと、まあ、フリーズのロマンみたいなねとこがあるんでね、このデッキはね。はい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 、いや、いいんじゃない。いや、ギリギリですけど、まあ、勝てたことにね変わりはない。まあラバルはねちょっと癖のあるデッキかな。でそこに今回はフリーズも持ってきてるんで、まあ、だいぶ癖強めではあるけど俺は好きです。はい、めちゃめちゃ好きです。まあ、ラバが昔から好きなんで。ああ、マジ26のファイボか。バルーン取んないっすね。なんかね、もう 2.6 ホグの上手な立ち回りが見つかりすぎてて、ラバがね、26ちょっときつい。ぶっちゃけ。うん。まあ、ディガーがあるとね、また話が変わるんですけど、まあ、ディガーもないし、なんもないんで。じゃ、暇バルーンしとくわ。
ウッドさすがに来ないよ。あぶね、もう一発落ちたら幸せでしたけどね。正直この一発でかいな。バイボネ、スケドラはもういないようなもんですね。でインドラもね、スケアイスピでいないようなもんなんで、なんもいねえや。ゴブリンもウッドでいない、バブもハイボでいない、なんもいないようなもんだな。光栄がつかないですねこれ、やばい。ここにフェニックスが欲しかったね。俺はまあ何も考えずに一旦バルーンつける、これが意外とラボルだね。大事です。綺麗にパピーにファイボ来るかな。いやこれまあ削りでカード回したね。やめろマスケ、頑張りすぎだ。いやでも抑えれてるのはでかいっすね。ウッド、いやあれはね、これ左側2発3発入るから許容して、いやだいぶね許容しちゃってるけど、いい許容だと思ってます。いやー5打ってこないのが偉い。ここで5か、いや5置いて、5、5打たなすぎやね。ちょっと待って、なんでいや普通に僕なんか届かずに5打たれてたら危なかったですけど、だから守って守れないから俺、もしかしてこれやめて、5今来んな、今だけ来んな。いや来ない、あクエイク、なるほどね。これだとね超相性良くなっちゃうっすよね。まさかの2.6 じゃねえもん、相手 2.5 っすね。はい、わクエイクなのラッキーすぎ。まれにいるね神相性ってやつかな。やっぱこういう尖ってるデッキはねきついのもいるのよ。ファルチェウィザード、インドラ、テストラみたいなね、ヤナミリみたいなたまにね事故に遭う。でもそれはね仕方ないと思うんですよね、まあ、ワンチャンはあると思うんですけど、フリーズとかでやっぱ苦しい部分があるけど、さっきみたいなねクエイクとかにはね基本的に相性良くなってくるから、そういったところを買っていきたいね。で文句はスケドラ反射されちゃいます、ちなみに。うん、これケツラバったらね幸せだったんですけどね、ないんでまあいいでしょう。文句ブームか、これちょっと分かんないっす。ゴールブレイカーって来た、ゴブリン、ん？ゴールブレイカーとか来そう。うわおしゃれだね。おーなんか未来知ってんなでもデッキがちょっと特徴的だな。やボムなんだろうね、なんだこれ、ディガーなんで、まあ、ディガーっぽいか。え雪が、あーそれ強い。インドラもう一回剥がれそう。いやーまあまあまあバルーンか、これ撃たれたんで撃っていっちゃおうかな。いやなボム強えなこれ。いやなめ、さあまあフェニックスの矢行き、フェニしかいないよな。まあ、これバルーンでもよかったね。こっちに行っちゃう。
さ、ラバ左展開でもよかったかな。なんか一発ありそうでね。これ絶対来るやん。でもフリーズ防衛さたらめっちゃ強い。これ文句反射できない、これで。え、フリーズ防衛めっちゃ強い。ちょっと待って、ほんまかほんまですか兄さん。これマジで、あ、相手もこの攻めが通んなかったら終わりだの。魂込めた攻めでしたね。さあナイス、よしよし。いや文句に対してのフリーズがめっちゃ強いわ。あれだって反射されて終わってるっすもんね、普通だったら。いや神防衛見つけたわ。さあ、おお3位、強えぞ。松島でラバない。ちょっとなんでよ。うわ、えぐ、暇ボンバー来た。まあゴレとかかな、そしたらエレジャイとかで暇なんじゃね。あ、エレジャイっすね。もエレジャイか、強いっすよね。これもずっとずっと強い、羨ましい。ラバもそんぐらい化けないかな。一個ずつ下げていいんじゃね。ね、その理論でいくとよないかな。エレジャイって8コスだったんすよ、もともとが7コスになったじゃん。じゃあラバ7コスだからさ、6コスにしてあげん。どう、全国のラバ使いさん賛成ですよね全国のラバ使いはそれは賛成か。一発、はい、そう思うんですけど、思いませんか皆さんは。いやーマジ、まあラバはね、なんだろう、別にね弱いわけじゃないんですけどね。超絶強いって言われると、まあそんななんか分かりやすいデッキパワーじゃないっていうやつですよ。トルネが来てからゴブリンでいらっしゃい。うん、なんかねエレジャイとか、まあ、なんだろうな、なんかクローンみたいな、まあしとけばいいみたいな、そんな感じじゃないのが多分。あとファルチェとかウィザードに駆られる人が絶対いる。まあ俺もですけどきついっすよね。相手がウィザードとかファルチェとか持ってたら、これラバル重ねるずにこうちょっとね、あの離すみたいなすると範囲に巻き込まれたりしないんで良かったりしますね。インドラ最強。え、なんで全然サボるよ。天才的インドラがいる。なんだあのインドラなんだあのインドラ。これもうラバキスリ入ってるっすね。うん、なんかねマジでバルーンは綺麗に抑えられてるじゃないですか。これでもトレン使ったんでエレジェこれだけで終わるっすよ。あ、なんか来た、止まんないっすなんか来ちゃったんだ。マジまた始まりラバで、これラバで削る。あーでフェニックス低めいってるんで、これでかいっす。もうラバで削る。さあ防衛ライトはまあしてくれるだけね、ありがたい。バカが、いやーうまいね。バカでピョン、でかさあ暇なんで、まあ、インドラはあのインドラにトルネを使わせられるんですよ。そうだからあんま雑に咲かんねえほんとに。でこの真ん中の位置のインドラが3つトルネ使ってくれる。はい、始まりラバで終わりかな。だからこのラバで対エレジェイはインドラにトルネを咲くのかバルーンにトルネを咲くのかっていうこの2択にできるんですよ。流しフリーズしとこうぜ。
さよならでグッドゲーム。だから相手はバルーンを守りたいけど、バルーンを守るのにトネ使っちゃうと攻めでインドラが突破できないみたいなね、はい、ことになるんで、まあ、そこを生かしていくと意外とエルジャにも勝ちやすいかな、ラバーはね。さあよろしく。まあやっぱフリーズ決まるとねめっちゃ気持ちいいのに、おねえやんけって痛い。ラバーがね、ラバーが逃げてる俺から。ファイブ来たらやだな。あーそういう系のデッキか。これロケっすね。あ、あーまあでもロケあれがある、インフェ、多分ロケインフェしかない。逆に言うとロケインフェオンリーのドリルやつだと思うんで、もうちょっと一旦暇して、これ相手にユーノの受けがねえな俺。まあインフェかな、ゴブリンになってる。あれ取るね。あファイボ、いやファイボか、ファイボかって感じですね。ちょっと待ってロストがあーこれは美味しいね。なしならインドラいるから。あでもインフェだったら済むかな俺。インフェファイボは、まあでもちょっと流れを変えたい。笑ってる。このスケドラがね良くない気がするが、からのゴブリン追加です。いやーまあまあまあ、ユーノやっつけれただけね、いいとしましょう。あーめっちゃいいファイスピ、それこれやばいな、天才すぎるこのファイスピは。いやでも形組んだら1本はね取れそうな気がするんだよ。さよなら便利。ドリル、おー苦しそうじゃね。あー守れ、お互いこうなったらさ幸せだよね相手だって幸せな顔してるよね。言うのだけだもん、打っとこうぜ。いやー気持ちよすぎる。どういうこと、おい、うわーバカ落とすけどギリ届かない、ギリ届かん。これ諦めてんのか、相手諦めてスタンプ押すのに必死だったんやんけ。うわーでかー、こういうのがね最高すぎるよね。フリーズってミリ残りね、あーマジ一生スタンプ送ってくんや。メモメモさあゴレ、ゴレ使いなイメージがあんな、こんな感じの名前の CR 少年集中、はいホグでした記憶とかねえかな。さあってことはまだマイティです、まだマイティマスケ。あのマスケだけね厄介だけど、マスケよりもはるかにマイティの方がやだ。大砲とかあったら楽なんだけど。お今ゴブリンだったよな、あれゴブリンじゃなかった今、見間違いか。いやー強大砲、そうファイブ打つコストないよなそれ、攻めすぎて。
いや、またクエイクの顔をしてる。いや、26のゴブリンのパターンもあるっすね。でもゴブリンにわざわざするかな。クエイクでゴブリンにしたみたいなとこない？どうなんです？ちょ、マジで今やっぱ序盤フリーズ使えないからね、コスト足んなくて。いやー、これはインドラも持ってないなーっていう。ただそれだけ。あー、LSP ならもね、ちょっと強いよな。いや、蓋、おー、ちょっと待ってくれや。まあ、フリーズしたらめっちゃ強そう。しなくてもいいか。いや、めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。え？ババ、お前、もしかして強いのか？もしかしてだけど。これ、ファイボーちょっと誘ってね、コスト使わせるみたいな。そんなことしてくんねえか。まあ、これはもう右にラバ展開行くんですけど、防衛用のね。はい、これでビビらして、え、マスクそっち本当ですか。あ、姉妹逮捕来るかな。来ないで祈り。あー、しっかり来るわ。早く来たら天才。いや、これババちょっと強いな。防衛で、ダメ、ちょっと強いな。ハグ来た。あれも、なんだ、何があるんだよ。あー、エリスピあっち行った。やっぱクエイクだな。さっきからなんか、え、そんなにさ、呪文打たないことないよね、26で。まあ 2.6 じゃねえし、 2.8 だけど。いや、あ、でもクエイクで 2.6 か。多分クエイクっすね。さあ、幸せマッチアップ、ライトニングかい。ねえねえ。ライトならまあ、でも打つとかなかったのか。さあ、というわけでこちらちょっと面倒らしいラーバルね、やったんですけど、こういったデッキもね、強くて楽しいと思うので、皆さんもやってください。では、お疲れ様でした。またねー。